リンリンハローパラレールリニーパラレールのリンドです。本日は7月3日日曜日でございます。はい、もう映ってますが、まあ私のチャンネルを見てくれてる方ならまあ平気でしょうということで映していくことにしました。はい、ということでね、わらじでございます。いやー、このわらじがですね、いやー、まあ近くのね、その辺のね石の裏から集めてきたわらじなんですけれども、子供がですね生まれておりまして、見えるかな、あ、ほらほらほら、あるこれ白くて動いてるやつね、ちょっとちっちゃくてなかなかピントが合わないんだけど、はいはいはい、こんな感じ、ほらこの辺にもね白いのが何ですか。でさっきねちょっと黒くなってきたのもいたんだけど、どこに行ったかがわからない。こんな感じで。でね、最初その辺にあった土をとりあえずね引っぺがしてきてやったんだけど、ちょっとあれかなと思って、100均にね腐葉土が売ってたんで腐葉土を買ってきました。で腐葉土にしてからはね、ここでなくなってるっていうのも全然見なくなりましたね。ちょっとねカビはついてたりはするんですけれども、ちょいちょい霧吹きをしながらねやってる感じで、どっかにね卵を持ってる子がいたんだよ。卵を持ってる子がねどっかにいた。君かな、あ、君も違うね。どの子だったかな。結構ね大きい子がねお腹に卵を抱えてまして、あ、君かな、ちょっとごめんよ、ちょっとごめんよ、ちょっとその卵をね移したいんだ。あ、君ですね、君です。ごめんね、はいはいはい、というか生まれてる卵を持っていてではない、生まれてる。今出産したぞ。今見ました、子供がですねちょろちょろちょろっと、もう生まれる時期だったんだねこれ。うん、卵をまだ持ってるね。でもね今生まれました。多分刺激を与えることによっても生まれるはずなんですよね。なんで私が今刺激を与えてしまった可能性がある。生命の本能としてね卵を持ってるものを、強制的にね孵化させるみたいなこともできたはずなんですよね。だからそれだと思う。あ、てかここにもいるね、見えるかな、見えるかな、ほらいるしょね、ちっちゃいの。いや、こうやって繁殖してくれるんであればあれですね、山椒魚の餌はいい感じですね。今チンチンってなって気になったかもしれないですけど、今風鈴の音でございます。風鈴いいですよ。なんか100人見つけて買っちゃいました。あとはねその辺で拾った枯れ葉をね少し入れててって感じで、こんな感じでやってるんですけども、そうですね、ここで死んじゃってる子も全然今いなくなりましたし、しかも今みたいにねちゃんと卵を孵化できてるんでいい感じなんじゃないでしょうか。あと脱皮してる子とかもね結構見れるようになってきて結構楽しいですね。わらじ自体がそんなに見た目が私は嫌いじゃないんで、ゴキとかに比べるとね、ゴキちゃんとかに比べると全然気にならないんで、全然余裕でね持って見てられますね。いやーていうかちっちゃいわらじかわいいな。これでアルビノのわらじなんて生まれちゃったら多分私育てますね、アルビノは。で、わらじとかね、そういう寄虫とかも育ててる知り合いがいるんですけれども、
マジックポーションって、真っ白のダンゴムシをね、育ててる方とかもいて、マジックポーションかわいいんですよ、あれ。ダンゴムシに関してはちょっと餌として使用はむずいわと思って言いましたね、あのマジックポーションはね。なのでそんな感じで白い何わらじができたら、その白いのと白いのをね掛け合わせたりとかしていくと、本当にずっと白い子が生まれるようになるらしいんですよね。なので色を固定できるみたいなんですよなので色合いをね固定しながら育てるってことも可能らしいんで、マジックポーションの真っ白のねダンゴムシは、そのダンゴムシとダンゴムシ掛け合わせることでもうマジックポーションばっかり生まれるらしいんですね。で半永久的に勝手にこういうところに入れておいたら繁殖してくれて、次から次へと白い子が生まれるらしいんで、楽しそうだなとは思いましたね。はい、ということでね、今はわらじ虫を育てておりました。いやー、これでね、今まだ三章のケージのね改造中なので、まあ、この動画はもしかしたら改造後に上がってるかもしれないですけれども、三章のケージもね改造して、ちゃんと餌を与えながらねうまく育てていきたいなというところです。いや、わらじがこんな感じで育っていくとは思ってませんでした。ちょっと楽しいです。こんなちっちゃいケージでいけんと思って。これあれですよ、爬虫類とかのケージとしても使えるよっていうので売ってるやつですね。ここが餌だとしてね使えるタイプのやつです。なんですが、今回は私はこれにわらじを入れてました。はい、ということで本日はね、こちらわらじ虫の子供が生まれたよという動画でございました。ということで以上、ニットでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。